オタファのミニプラ騙しドコボーの皆さん、こんにちはオタファです今日紹介するおもちゃは、これだ動物戦隊獣王者ミニプラ動物合体シリーズ04コンドルワイルドだ <laughs> おお、今日はミニプラです動物合体シリーズも早くも第4弾というわけで全部で6種類が発売されました。 早速何が入ってるか見ていきましょう。まずは1。キューブコンドル A。2つで完成するキューブコンドルのうちの1つが入っています。さあ次。キューブコンドル B。キューブコンドルはこの2つで完成します。さあそして3番。キューブタイガー。そうです。3つが合体して、コンドルワイルドになるんですけども、 このミニプラシリーズの02のキューブタイガーとキューブエレファントを持ってない人のために再販されています。うん。それのキューブタイガー。これが3番。で、4番。これがキューブエレファント。そして、5番。おキューブクマ来たキューブクマです。うん。ここもよーく見てください。これは、何なのかというと、完成ワイルド搭載キング そうです。前回の3段までで、ほぼ完成のところまで来ましたよね。今回のキューブクマ。うん、ここにあります。それから、ワイルド搭載キング。ここの、ビッグキングソード。これですね。このパーツが付属しています。これ。うん。これが5番。そして最後が、キューブコウモリ。おー、これも、ついに発売ですね。キューブコウモリはここについています。うん。 というわけで、全6種、早速組み立てます。まあ、ちなみに、このキューブタイガー、キューブエレファント、これはもうすでに作ったことがあるんで、今回はこの4つですね。キューブコンドル、キューブクマ、そしてキューブコウモリ。早速、パッケージの中を開けます。中を開けると、このようになっています。パッケージの中には、ランナーが入っています。1、2、5、6、 あとはすべての一つのキットに対してラムネが入ってます。これちょっと後で食べてみます。さあ、それでは全体の80%を組んでみます。組み上がるとこうなります。ここまでで大人の僕が作って、まあゆっくり組んで30分ぐらいでした。というわけでね、早速組んでいきましょう。まずはキューブコンドル。これも結構面白かったですね。コンドルワイルドの時の胸の部分。ここが別パーツです。 うん、これ気持ちいい。で、このパーツ。これはキューブゴリラのあの頭部の周りですね。ここ。このパーツは使いません。うん、で、これを、ここにはめて。これで、キューブコンドルの A の完成。さあ、次。B。これのすごいところは、まあ、これ新規造形パーツなんですけども、裏側。ここ。 ここがすべて別パーツによる色分けなんですよね。こういうところが組んでてすごく気持ちいいです。全部で5パーツによる色分け。うん。これで頭部の部分が完成。おお <laughs> こういうところ好き。で、これも新規造形パーツ。あの、キューブコンドルの動物モードの時の頭部ですね。これ。で、ここが面白いアレンジになってて、デラックス版にはない。ここ。 このグリップが出てくるんですよねで A と B をすべて組み上げますキューブの状態にするにはキューブゴリラと同じですねこれでキューブの状態が完成おおこれがキューブコンドルのキューブの状態このようになります で、この二つも、このようにくっつければ、キューブコンドルの頭部パーツの完成。うん、このようになります。さあ、どんどん行きましょう。次はキューブクマ。まずはこのパーツ。これは後で説明します。今は使いません。キューブクマも結構パーツが多かったですね。この小さいパーツご覧ください。これが色分けによる、あのパーツですね。ここ。それから、 ここうーん <laughs> すごいこれでキューブクマの完成でこれがビッグキングソードですねワイルド搭載キングの時の、えー、と右腕の後ろ側に取り付けるやつです、うん、あちょっとねここ肉抜き穴が目立ちますねまあ合体した時にはこうなんで うん、まあ、まあしょうがないかな。これ結構大きいパーツなんで。うん、こんな感じ。さあ、そしてこの、キューブコウモリ。これ素晴らしい。うん、あの、組んでてすごく気持ちよかったです。いわゆるこの、本当に、色分けこれ全部別パーツで再現しています。ここもそうです。 うーん、よくできてる <laughs> そうだこのミニプラってなんていうのかなこの動物獣王者のミニプラってなんかこうパズル的な楽しさがありますうんこのようになりますで反対側のウィングがこれ全部を合体させますうんでこれを元に戻す これで完成キューブコウモリおー <laughs> キューブコンドルキューブクマキューブコウモリキューブの状態でデラックス版と比較するとこのようになります。まあ、パッと見た感じの色分けもう完璧ですね。それでは一つずつ変形させていきます。まずはキューブコンドルまあ、基本的には変形のさせ方、デラックス版と同じですね。 ここ、うん、ここまで来たらさっきのキューブコンドル頭部パーツこれをあのデラックス版はこのままこうさしていたんですけども、うん、ここには入りません前の方にはこのパーツ、うん、そして後ろ側にこれを取り付けます完成キューブコンドル動物モード おー。いやー、しかし、これ、本当に再現度が高いですね。もう、この辺とかも、最高です。うーん。本当によくできてる。さあ、次。キューブクマ。これはとっても簡単です。これで完成。おー。これ、ちょっと見てください。これ、シールじゃないんですよね。全部、プラスチックによる色分け。 いやー。最高。さあ次。最後は、キューブコウモリ。うん。早速行きましょう。ここにピンがあります。ピンを外して展開。こっち側。こっち側。一応これで完成なんですけども、デラックス版の時にも、少しこう、クリックによる角度がついてましたよね。 ちょっと角度をつけてあげるといいです。こんな感じかなこれで完成キューブコウモリ。いやーもう、これもさっきも組んだ時に言ったんですけども、この色分け。本当に素晴らしい。こんな感じですね。これも動物モードで比較するとこんな感じ。本当に親子みたいですよね。<laughs> さあ、それでは皆さん、お待ちかね。キューブエレファント、キューブタイガー、そしてキューブコンドルが動物合体して、コンドルワイルドになります。それでは、いきます。動物合体。4。5。0。このようになります。で、腕を展開。腕を取り外して、再び付け替える。 この辺はキューブゴリラと同じですね。外して、ここにつける。肩のウィングを展開して、キューブコンドル、頭部パーツの、これを外して、頭部をここに取り付ければ、完成コンドルワイルドだおーデラックス顔負けの うん。見事にコンドルワイルドに変形しました。ちょっとじっくり見ていきましょう。うん。後ろ側はこのようになっています。こことかいいですよね。うん。別パーツによる色分けがすごく映えます。上半身のアップです。このようになっています。顔はこのようになっていて、この中心の部分がステッカーになっていて、細やかな色分けが施されています。 足を分割させます。ゾウのボールジョイント。<laughs> みんな大好きボールジョイントを展開すれば、このようになります。うーん。あのデラックスとはまた違った、このプロポーション。いいですね。それから、さっき取り外した、このキューブコンドルの頭部パーツのこの先頭の部分。ここ。この後ろ側のグリップを展開すれば、 ご覧ください。このようにブラスターの状態になります。いいですね。僕こういうガングオリジナルのアレンジ大好きです。これによりパーツが余ることはありません。デラックス版と比較するとこんな感じ。おー。あの、金色の塗装が、うん、この黄土色のパーツになっていると。ま、それ以外はもうほぼ見分けがつかないぐらいです。 うーん、よくできてる。さあ、次は、キューブクマ。キューブコウモリを動物武装させます。まずは、キューブクマ。これを武装モードに変形させます。まあ、基本的な変形。これもデラックス版と同様です。こう。獣ウワイルドに持たせると、このようになります。うん。で、 さっき後で説明しますと言っていたこの小さな茶色いパーツ。これは、このジュウオーワイルドが手に持っているこのキューブクマ。これが重いんですよね。で、このミニプラの構造的にはここに関節があります。これはロールで動くんで、プラスチックの摩擦による渋みだけでこう保持しているんですけども、これを腕の関節部分のこのくぼみにセットすることによって、こう垂れてきちゃうのを防ぐわけです。うん。 キューブクマはこんな感じさあ、次はキューブコウモリこれを変形させて動物武装させますで、えー、グリップがここにありますこれすごい小さいですこここれを展開して搭載獣王の手に持たせれば武装完了持たせるとこのようになります うん。あのー、これ今、腕をこう下げているんですけども、このキューブコウモリがかなり重いんで、こう腕をちょっとでも上げると、<laughs> 自重で、こう、なんていうのかな、こう倒れてしまいます。まあ、こういう感じ。うん。まあ、これブーメランていうよりは剣みたいですよね。うん。これはこれでかっこいいなと思います。さあ、そして最後は、ワイルド搭載キング。今回のキューブコウモリ。それからキューブクマ。そしてビッグキングソード。 これを全部取り付けて完成させます。それでは行きましょう。まずはキューブクマ。うん。展開して、ここ。この穴に取り付けます。そして、キューブコウモリ。ここを伸ばして、これを使って合体させます。うん、さあ、そしたら、最後に、 ビッグキングソード。これは向きがあって、肉抜き穴がある方が後ろ側。うん。つまり合体させるときは、ここのジョイントがある方。腕のここに取り付けます。完成これがミニプラワイルド搭載キングだ <laughs> おー <laughs> ついに全部が合体しましたね。 もうこの時期になると、もうミニプラはたくさんいろんなものが合体して、もはやミニプラなのかっていう感じなんですけども、すごく大きいです。ちょっとね、全部が合体した、ワイルド搭載キング、大きさじゃんわかりやすいところでいくと、マスターグレードのガンダム。これが18センチです。これよりも全然大きいです。うん,ん。ちょっと各部じっくり見ていきましょう。おーお。やっぱここが4つ、こう綺麗に並ぶと色が鮮やかでいいですね。 うん。それからなんて言っても、このビッグキングソード。うん。いやー、改めてここまでを全部揃えるっていうのは、まあ、ミニプラといえども、一個、一個ずつこう買っていくと結構いいお値段になりますよね。<laughs> おお。うん、これは感無量です。最後に、デラックス版と比較するとこんな感じ。というわけで今回のミニプラ動物合体シリーズ04。 コンドルワイルドのレビューいかがだったでしょうかここをご覧ください。こんな風に持たせたら全部が合体します。一通り組んでみて、もう本当に安心の品質ですよね。動物合体シリーズ。もうついに4段まで来ました。もうどれも組んでて楽しいし、もう本当にあのデラックスともう何ら変わらないものがもう出来上がります。今までの買っていた方、ぜひ今回のコンドルワイルドも買ってみてください。 あとは、あ、そうだ、最後に、ちょっとこう、ラムネ食べよう <laughs>。ラムネね。うん。いただきます。最後になんかちょっとミニプラの話でもしましょう。あの、この間、カバヤガムの話をしたんですけども、このミニプラうん。あの、スーパーで、あの、デラックスを買ってもらえなかった子供が、このミニプラのキットを買ってもらうっていうのは、本当にすごい嬉しいんですよね。皆さんが一番最初に買った記憶のあるミニプラって何ですか 僕はね、えっと、多分なんだけど、太古の記憶にあるのが、電撃戦隊チェンジマンのミニプラ。うん。それをね、買ってもらったことをすごく覚えてます。うん。あの、お母さんってすごいんでね、あの、カゴにこっそり入れても、あの、あの気づくとね、こう、あの、どっかに行ってたりとかして、なかなかこう、レジを最後に通過するまで買ってもらえなかったりするんだけど、うん。で、あの、これをね、ちまちま買って、全部を買って、 完成させた、あの感動ってもう本当に忘れられません。うん、そんなミニプラが今でもこう続くっていうのはね、すごい嬉しいです。うん。みんなにとってのミニプラ、うん、もし、あの、一番最初に、あの、買ったミニプラ、僕これだよ、とか。まあ、戦隊も40年あってすごい長いんで、まあ、ミニプラがいつからでき始めたかわからないんだけど、うん、きっとね、みんなにとっての思い出のミニプラ、あると思うんですよね。そういうの、あったら、ぜひ、教えてください。 あとは、うん、傑作のミニプラ。うん、今までの傑作のアイテム。あ、これが良かったよとか。もしそういうのもあったら教えてください。ちなみに僕は、あ、ミニプラって本当にすげえなって思ったのは、あの、銃剣戦隊、激レンジャー。あれの、激闘者ですね。一号ロボの激闘者あれが本当にすごくて、激凛闘者うん、強化合体の激凛闘者にした時、すごい感動しました。うーん。なんかそういったね、思い出の、えー、一品、それから傑作の一品、なんかもしあれば、ぜひ教えてください。 あ、そうそうそう、このラムネの味はね、うん。あんま変わんないね。うん。あの、これはよく食べるから変わんないけど、うん。ラムネも最後まで食べて、うん、やっぱミニプラかなっていう感じがします。うん。というわけで今回の動画、面白かったなぁ。楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。おー、タファー、ついに組み上がったんだね、とか。あー、これ僕も買ったよー、とか。 いや、本当にミニプラってクオリティ高いよねとか。ああ、オタファー、俺の覚えてるミニプラこれだよとか。ああ、オタファー、あのミニプラが傑作だよとか。どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。